どうした？イグニス、列車止められねえか。プロンプトが落ちた。アーデン、いや、俺が落とした。どこかわかんねえ、結構前。ノクト、落ち着け。状況はわかった。だが列車を止めるのは危険だ。また襲われかねない。他の乗客もいる。だけどもうすぐテネブライに着く。そこで他の乗客を降ろそう。プロンプトは帝国の宰相が絡んでいるなら、奴に連れて行かれた可能性もある。そうでなくても連絡があるかもしれない。少し待ってみないか。こっちに来られるか。グラディオもいる。あ、そっちは二人とも無事か。ああ、じゃあそっちに。くそ、また来た。片付けてから行く。なんか来たし、さっさとここに向けてくれ。ほら、んと、久しぶりだね。あらねよ。これはお前らの仕業かよ。知りたきゃ見てけば。宮殿までなら案内するよ。じゃ、いろいろ聞かせてもらうわ。ん？あんた、その目は？ああ、ちょっと怪我をした。見えてないの？視力はほとんどない。戦いでか、大変だったね。そういえばもう一人いたよね。ああ、でもちょっと事故があってな。死んだの？わかんねえよ。ならそんな顔まだ早い。しっかりしなよ、先があるんでしょ。ここを襲ったのはあんたらか。帝国軍に属する死骸ってとこ。あんたも帝国軍だったよな。昨日退役したよ。今は元傭兵部隊を連れて救援活動中。え、あなたがここで活動しているなら頼みたいことがあるんだが。うん？列車の乗客をここで降ろしたい。話を聞くに、この先は特に。そうね、じゃあ面倒見るわ。だったら運転手も変えたら。変えられるなら助かるが、動かせるやつがいるのか。うん、前にも会ったことあるやつ。ほら、この二人、ビッグスとウェッジ。打たれ強いからね、安心していいよ。どうも、久しぶりです。で、何の話ね。列車、テイトに運転してって。はあ、一般人には頼めないだろ。ま、そうっすね。了解した。優しい心遣い、感謝するぜ。そう。運転、頼むな。任せてください。正直何が起こるかわからないですけどな。ああ、警告は特にな。寒いとこ通るんですよ。氷人芝の亡骸がある谷なんです。まあしばらく走りますんでね。
ここでしっかり準備してってください。あ、宮殿の人と話しました？この近くにいると思いますが、フルーレ家に仕えてたそうで、あなたと話したがってましたよ。俺と？わかった、行ってみろ。お前らはもう帝国軍じゃねえんだな。ああ、なんせ救援活動するには軍を抜けないと。お嬢が限界来ちゃってましたから、波に乗って。お嬢って誰？ああ、アラネア准将です。あ、帝都も死骸だらけでしたから。クリスタルもずっと放置しちゃってるし、軍の中だって不平不満でいっぱいでしたよ。市民は無事なのか？みんな家にこもってる。ちゃんと生きてるのか、それとも戸を閉めたまま死んでるのか、ちょっと不明ですね。俺たちは列車の方で待ってます。出発するときは声かけてください。それじゃ行っか。おう。まあ、こっちもいろいろあってね。将軍は処刑、皇帝は病に伏せって、宰相がその後は文字通り好き放題してる。管理する人間が死んだり消えたりで、特にひどいのが死骸研究の崩壊かな。崩壊？まだ命令の入っていない魔導兵も、うちで捕らえていた死骸も今や野放し。死骸が増えたでしょ。帝国から来ていると。そう、帝都から溢れてんの。おなじみの魔導兵もだけど、死骸たちの強さも前より増してる。とても今の帝国軍じゃ抑えられなくてね。昼が短くなってきてるせいもあって、死骸も好きに動けるみたいです。で、そこらをうろついてると。あんたたちから奪ったクリスタルも要塞内で厳重に保管しっぱなしでさ、国や町が良くなるなんて話、もう覚えてるやつもいないんじゃない？まだもう少しここにいるんだろう。宮殿の人と話をしてきたらどうだ。ルナフレーナ様のことをお前に伝えたいという人もいるだろう。少し話してこいよ。またしばらく来られねえぞ。様でいらっしゃいますか？ああ、そうだけど。もう一度お会いできるとは。こんなに大きくご立派になられて。フルーレ家次女のマリアでございます。覚えてはいらっしゃらないかしら？ああ、悪い。いいえ、それよりお伝えしておきたいことがあるのです。ルナ・フレーナ様は紅葉の指輪をノクティス様にお返しできましたか？うん。ああ、何よりでございます。レイブス様も報われましょう。レイブスも？私の代わりに。
どうか。体が思うように動かないのです。それを受け取ることはできない。お前が自分で渡すんだ。指輪を渡し、王にその自覚をさせるまでがお前の使命だ。倒れてはならない。でももう私の力は。果たせ、ルナ・フレーナ。一人の人間としてノクティスに会い、お前の思いと覚悟を伝えろ。ノクティス様、帝都へ向かわれるのですか？ああ。レイブス様はレギス陛下の剣をノクティス様にお渡ししたいと願っておられました。再会は難しいかもしれませんが。受け取るよ、絶対。ありがとうございます。クリスタルさん、厳重に保管してるって言ったでしょ。ああ。本当に誰も近寄らせてもらえなくてね。皇帝でさえお預けを食らってたんだ。研究者たちに流れてた噂だけど、クリスタルと関係あるのはむしろ死骸。最初が皇帝にあれを奪わせたのは死骸や魔導兵に都合が悪いからなんじゃないか。そんな噂が現実味を帯びてきたね。王様が守ってきたっていうクリスタル、死骸に聞いても別に不思議じゃないよ。帝国が持ってたって仕方ないからね。使える人間が持ち帰るべきでしかつて。レギスは成績に選ばれたノクティスの運命を憂いていた。その顔はテネブラエに来て変化した。レギスも寂しげだった。ノクティスもカンナギとしてではない、大きな力があなたにはある。私はカンナギである以外に特別な力など持ってはいません。ただ本当は婚約のお話をとても嬉しく思いました。ノクティス様にもう一度お会いできるかもしれない。それが本当に少しの間だけでもよくて、私の中にそれを嬉しく思う気持ちがあるから。持てる力のすべてでノクティス様をお支えしようと思っているのです。
ナフレーナ様、ご迷惑かもって言ってたの。そんなことないよね。あ、ないよ。夜はもう。ノクティス様がかっこいいお兄さんでよかった。どうもな。世界はどうなってしまうんだ。信じられないわ、こんなの。世界はこのまま終わってしまうのかしら。ルナフレーナ様の演説をラジオで拝聴しました。あの広場は本来お式を挙げるはずだった場所ですよね。一体どんな思いでいらしたか。ずっと暗いままですね。とうとう夜だけになっちまったか。水深見えなかった。ああ、やっぱり見間違いじゃなかったのか。とんでもない旅になっちゃったよ。帝都に向かうのはもうやめだ。どうやって帰る？帰れんのかな。ああ、なんてこと。これからどうしたらいいの？どうしてこんなにひどいこと。帝都は大丈夫なの？宮殿はかなり損傷しているのか。だいぶひでえな。避難してる人間も疲れ切った顔してる。あの宰相は一体何をしたいんだ。考えると大抵嫌がらせでしかねえ。邪魔ってほど邪魔もしねえ。プロンプトも多分生きてんだろうよ。ただ無事かどうかだな。お前婚約者だろ。ルナフレーナ様のこと教えてやる。お、おう。ルナフレーナ様はお花だけじゃなくてかっこいいステッカーも好きなんだぞ。嘘じゃないからな。奥の宇宙。ジールの花が一面に咲いていた庭もすっかり焼けてしまいました。ルナフレーナ様が自らお世話もされて綺麗な花畑だったんですけどね。僕たちのうち。申し訳ございませんが、すぐには無理です。いつまでこんな場所にいさせる気だ。なぜすぐ出発できない。皆さんが乗れる準備をしてるんです。お待ちください。俺は死にたくないんだよ。お気持ちはわかります。皆さん同じですよ。壊れた車両は別のに取り替えて出発準備してますから、出発したいときは俺たちに声をかけてもらえれば。一休みするなら食堂車がある。メルダシオ教会は警戒を強めていると。今は学者の協力を得て細かく時間の変化を調べています。とはいえ通常よりも昼が伸びたという日は観測を始めて以来未だありません。夜の長さが不定だということを念頭に置いて外出には特に気をつけてください。あまり考えたくないですが昼がなくなってしまう日が来るかもしれないということですね。なるほど。エーゲル先生の調査によればかなり前から夜は長くなり始めていたんですね。そう、でもちょっと前まではそろそろ出発しますか。なら乗ってくれ。ここの市民とそっちの乗客は私が面倒見る。帝都に入るんならまあ気をつけなさいよ。ありがとう。どうもな。じゃあ行ってくる。
おい、早く乗れ。ああ、どうも、一応ご連絡しますね。現在のところ特に問題なく、この列車は順調に程度へ向かってます。何かあったらお知らせします。外は雪だ。中も冷えてきたか。氷人の亡骸があると言っていたな。亡骸じゃ掲示はできねえか。無事に通り抜けられるよう祈ろう。帝都に入る覚悟もしねえとな。渓谷を抜けたら帝都だそうだ。ずいぶん近くまで来たな。また止まりやがったな。すいません。お、どうした。今止まっちゃってます。調べてますが、これ外かな。俺たちが見てくる。ああ、はい。雪かきくらいで済みゃいいが。そうだな。寒い。ぼんやりしてっと死ぬな。氷人の影響なのか。多分見える。偉大らしいな。ほら、氷人の亡骸だ。寒いな。俺もだ。さっさと通せ。ああ、終わらせるぞ。どうした。中の様子がおかしい。早く来い。分かった。行くぞ、イグニス。ああ。お前、おい待て。この野郎。なんだ。ここでお別れかな。早く助けないと。ああ、さすがの冷たさだ。殺された時もそんな綺麗な顔だった。今こそ果たして、カンナギとの古き約束。ケンティア、あんたが。
星の過去と今、そして我が願いを選ばれし王に託す。それが氷人の啓示。私たち六神は星を守りし存在、おのおのの意志を持ってその使命を果たさんとしていた。かつて私は数多の生命の中で人は星に必要なきものと考えていた。儚く脆く、それゆえ可能性や希望といった曖昧なものを信じる人が星にとって有用だとは思えなかった。イフリートは私とは違い、人の可能性を信じ、火を与え、共に繁栄の道を選択した。私はそんな彼に惹かれ、愛し合うようになった。私は彼が信じる人を信じることにした。だが人の文明ソルハイムは高みに達し、思った人は神を排斥しようとした。恩を忘れた人の行為はイフリートの激流に触れ、彼は人もろとも世界を焼き尽くそうとした。私は彼と戦わねばならなかった。星と彼が信じた人を守るため、人と六神同士の戦いは熾烈を極め、神々の朝廷も虚しく、戦いの規模はさらに拡大した。この魔大戦と呼ばれし戦いにより、ソルハイムは滅び、星は傷つき、疲弊した神々は長き眠りについた。これが選ばれし王に託せし星の物語。そして私の物語。魔大戦の後、神々が長き眠りにつきし間、イフリートは何者かにより死骸にされてしまった。眠りから覚めた私は彼を解放しようとするも、帝国に砕かれ力を失った。今や帝国は死骸と共にあり、六神は世界を闇に覆われようとしている。もはや私たちだけではイフリートはもとより星を救うこともかなわない。彼にはせめて安らかなる死を。ゲンティアナ、私の知るルナ・フレーナの思い、あなたに伝えましょう。選ばれし王ノクティスが誕生し、私はカンナギであるルナ・フレーナに会った。彼女はあなたと共に星に光を取り戻すと約束した。彼女の温かく力強く人を愛する心に触れ、私は再び人を信じようと思った。ルナ・フレーナ、もう諦めろ。ノクティスは王にはなれない。どうしてそんなことを言うのです？他に道などありません。これ以上はお前が命を落とすぞ。分かってます。後悔はないんです。ただすぐ近くで声を聞きたかった。昔みたいに笑って、その手に触れて
緒に生きていきたかった。泣かないで、ルナ・フレーナ。ごめんなさい。今だけは。それほどまでにノクティスのことを。他の人と何も変わりません。ただ大切な人のそばにいたい。それすら叶わないなんて。あなたの深い愛は何があっても消えることなく必ずよノクティスに届きましょう。ケンティアの星のため、いいえ、あなたのために。私は必ずノクティスの力になりましょう。これは友としての約束。ありがとう、ケンティアナ。思いは伝えた。そして全てを託す。選ばれし王ノクティス、世界に光を。さようなら、ノクティス様。聞いてやれなくてごめん。話したいことがいっぱいあるのに。僕が必ずやっつける。ノクティス様。ルナ、必ずやるよ、約束する。無事か？ああ、標準が来てた。うん、まあ、もう帰ってから平気だ。他のとこ見てきてくれ。おう、行けるか。ああ、すまない。大丈夫だ。
もうそろそろノクトって呼んでもいいかな。久しぶりに死ぬかと思ったよ。やっぱり神様の力は強いな。でも俺も強いんだよね。死にたくたって死ねないっていうか。にしても粉々にするとはな。痛かったよ。いいものを見せてあげるよ。これなんだ。あ、誰のだって聞くべきだったな。見覚えあるよね。はい。なんちゃって君にはあげないよ。どこにいる。誰が。プロンプト君ね。この先。先？テートグラレア。わかる？うちの首都。そこまで来ればさ、会えるんじゃない？ルシスのクリスタルもそこだ。あれは死骸に効くんだ。取り戻したらどう？じゃあ気をつけて。お友達が待ってる。Thank you.